はい、全1年です。今日はですね、9月4日なんですけど、空巣の日なので空巣の話したいなと思います。はい、まあ空巣ってね、まあ、青森の、 3年以上寝かしたものを空巣っていうんですけれども、まあこれがね、今日はね9月4日94なので空巣の日っていう形で、まあ空巣っていうのをね広く知ってもらおうっていうのをね、イベント各所でやったりとかしてるんですけれども、まあその中でね、今日は空巣、まあ沖縄のね独特ですよね。沖縄独特、全国のお酒つって、まあ焼酎だったり日本酒とかっていうのって寝かしたりとかして、何年とかね酒とか出したりも見たことないので、まあこれ沖縄独特のねお酒の作り方なんじゃないかなと思うんですけれども、そんなまあ空巣なんですが、これを今日はね、まあ青森の歴史、空巣ってどんなのだよとかっていうのを伝えたりとか、あとね今日11時からね、今日空巣の日なんで、まあこの空巣飲みながらねインスタライブをね配信するので、まあその時に飲むお酒っていうのをねちょっと紹介したいなと思います。はい、でまあ空巣のね、まあさっき言ったね、どんなのが空巣かっていうのなんですけど、まあまずね3年以上寝かしたものっていうのが、まあ空巣です。で昔までっていうのは、まあこの商品にね 3年以上寝かしたもの 50% と新しいものを、まあ、入れたらこれでも空巣ってなってたんですよ。なんですけど、もう今はね絶対全部ちゃんと3年間で寝かしたものってならないと空巣って書けないんですね。ラベルに書かれてますよね、古酒って。これ昔まで 50% 入ってたらよかったんですけど、今はもうダメなんですよ。だから今の空巣っていうのはしっかり3年間寝かしたもの。でもしね混合されてるものだったら混合酒とかねブレンド酒ってちゃんと書かれてるので、なので皆さんもね青森選ぶときは空巣がぜひ飲んでほしいなと思います。はい、でこの空巣っていうのが、まあ、どんなやってね青森伝わってきたかっていうとね、13世紀頃ですね、琉球王朝時代の時に貿易いっぱいしてますよね、沖縄、まあ、琉球の時って、まあ、その時にタイの方からね伝わってきたって言われてます。まあ、タイからはねヤチムンも一緒にね伝わってきてて、でヤチムンみたいなこの焼き物の中に青森が入ってたって言われてるんですけども、まあそのカランカランカランってなるやつね、ヤチムンのねその中にお酒が入ってたよっていうのでね、それがどんどん広まっておもてなしするときに飲ますっていう形でね青森が広まっていったんですけど、まあその当時のね琉球王朝の王様がこのもうおもてなしするときに大事なことだから、お酒は大事だから、だからもう首里のね首里の近くのねその3カ所の地域のところに3つの地域のところにねで管理してから青森作りなさいってことになったのが、これが首里三家って呼ばれるやつですね。まあこれ首里三家ってね3つの蔵も酒造会社っていうわけじゃなくて、この3カ所の場所でね、まあ40個ぐらいね酒造所があったみたいなんですけども、3カ所場所の名前でね、そこで作りなさいよってなりました。でただねそこからもどんどん散らばっていったんですけど、今3つね残ってるんですが、その3つっていうのが瑞泉酒造と佐喜元酒造と四季名酒造です。まあちょっとその話してるんですけどね、まあ歴史もあるからねなんですけど、まあエピソードもやっぱ多いんですよこの3つはね。まあ瑞泉酒造っていうのは首里城にあるね瑞泉っていう門があるんですけども、そこから取ったって言われてて、まあその下の方にねちゃんと見れますけれども、湧き水が出てるんですよ。龍の口の中から出てるね、この龍のこの石像がね中国から来てるっていうのなんですけど、まあそこねすごい綺麗な水が出るってことでね瑞泉って書かれてる門があるんですけども、そこから取ったと言われてる瑞泉酒造と、あと佐喜元酒造ね、そこは有名な話だと戦争中にねもう空襲があってもう焼け野原になってから全部ねもう青森も割れてからもうなくなってたと、もう全然 何もなかったんですけれども、その時にもう青森って黒麹でね作るので、この麹がねないともう作ることができんと、まあ、青森はもう作れんやすさってなってたんですけど、この佐喜元酒造の社長が一生懸命探してね、その時にこの袋の中にね藁の袋の中に黒麹があって、でそれを持ってあやったってなって、これをねみんなに各酒造所にね配ってから、でそれで作れるようになっていった。だからこれがなかったらね、この社長を見つけてんかったら青森は今なかったって言われてるんですよね。だすごいことですよね。だからこの人が見つけてくれてから今も青森があって、これだけねいっぱいの酒造所があるよって言ってね、そういう有名なエピソードがあります。そんなまあ佐喜元酒造で、もう一個がね四季名酒造っていうところですね。ここもね結構いっぱいエピソードあって、まあ一番はね沖縄で一番最古の空巣があるところです。一番古くからある、まあ、今150年前ぐらいからの空巣がある、ね、でさっきの佐喜元酒造でもやったんですけど、まあ
空襲がねバンバンってのもね焼け野原、ここもね種類一緒なのでもう焼け野原だったんですけど、ここであの普通だったらこのタンクにね、みんな地下のタンクとかにね置いてたらしいんですよ、この100年とか150年、その当時で100年とかになってるものね。だけどこれ全部ねもう空襲でやられてしまって、あもうやばい、もう全部ないってなってたんですけど、この式なあの酒造 の社長のところだけはそのまた下にねちゃんと地下に埋めてたものがあったんです。でそれ探したらね2個だけ出てきたんですからね、これが今もまだ残ってるんですよね、うん、これがもう沖縄最古の空襲っていうのでね残ってます、うん、すごい面白いエピソードですよね、すごいですよね、ほんとね。で、この、まあ、3つともそうですけども、沖縄の酒造会社ってほとんどね、うん、あの、ある程度、まあ、ほんと全部って言ったらあれですけど、あの、工場見学ができます。で、さっきの、あの、式な酒造のね、沖縄最古の、あの、空襲っていうのもちゃんと見れますから、ぜひね、あの、興味ある方はね、あの工場見学、ぜひ行ってほしいなと思いますね。はい。まあ、見てみてくださいね。まあ、この3つがね、すごい夢、まあ、昔からあるからエピソードあるんですけども、他のところっていうのもね、いっぱいあるんで、またこれもね、紹介していきたいなと思うんですけど、そんな中で今日ね、飲むお酒っていうのが、久米島の久米線の8年越しです。まあ、空襲ですね。で、久米島の久米線っていうのが、沖縄で一番の、まあ、売り上げを上げる、あの、青森の会社なんですよ。で、その中でも、まあ、一番ね、長く、8年越しっていうものを今回は開けて飲もうかなと思ってます。はい。で、ちょっとね、これ、まあ、お値段がね、結構高いんですよね。うん。だから、あの、あんまり、僕はまあ、初めて飲むんですけど、高いんでね。まあ、いつもだったら、まあ、3年越しとか、まあ、ブラックとかね、っていうものを飲んでるんですけど、せっかくね、空襲の日で、みんなでインスタライブやるんで、ぜひね、飲んでみたいなと思ってたんで、これをちょっとね、飲もうと思ってるんですけど、空襲になってくると、空襲、まあ、寝かしていけばね、行くほどね、香りが良くなって、あの、まろやかになる。口当たりがまろやかになるよって言われてるんですね。まあ、簡単に言えば飲みやすくなるってことです。臭みがなくなってきながら、あの、濃厚になっていく、飲みやすくなる。まあ、ロックでも飲めるよとかね、あるんですけど、これは、久米島の久米線の、あの、サイトで見たのは、これだったら、まあ、あの、ソーダ割りしても美味しいよっていう感じでした。うん、なので、これちょっと開けようかなと思ってるんですけど、まあ、あの、他の動画でもね、ちょっと伝えたことあるんですけど、これ、久米島の久米線ってなってるじゃないですか。で、もう一個ね、久米線っていうのがあるんですよ。これ違う別々の会社でね、久米島の久米線と久米線っていう会社があって、ここは久米島、あの、離島の久米島にある会社なんですけど、もう一個が那覇にあるね、久米島の久米線っていう会社です。で、あの、那覇久米っていうのかな、久米久米とかって呼ばれたりとかね、してるんですけど、もともとはこの久米島の久米線です。この久米島の久米線のお酒を売ってたのが久米線で、そこが酒も作るようになったと、自分たちも作るようになったってことで久米線っていうのを出してるんですけどね、この2つがあるので、ぜひね、あの、みんなも注意してみてくださいね。あの、久米島の久米線の方ですからね、今日飲むのはね、うん、まあ、どっちが美味しいって、まあ、僕はこっちの方が久米島の久米線の方が美味しいですけども、はい、ぜひ飲み比べてほしいなと思います。まあ、今日11時からねライブやるんで、その時にねどんな味かとかね、あの、まあ、みんなで、ね、飲みながらね、話していきたいな、ゆんたくしていきたいなと思ってますので、ぜひね、見てみてください。43度です。レジ、高いですよね、43度。でもまあ、空襲の場合って結構度数が上がっても飲みやすいのでね、みんな、あの、試してみてほしいなと思います。はい。まあ、こんな感じでね、ちょっとあの、まあ、今日空襲の話したんですけど、あの、まあ、飲みやすくなるっていうのがあるので、多分ね、これ沖縄独特の、まあ、作り方ですし、ぜひね、あの、まあ、沖縄来てから飲むときとかもそうですし、青森選ぶときには、まあ、まあ、普通のね、まあの、まあ、毎年毎年出てるお酒っていうのも一つなんですけど、せっかくだったらね、寝かしてる、3年以上寝かしてる空襲も飲んでほしいなと思いますんで、あの、まあ、これを機にね、空襲の日ですから、また、あの、みんな飲んでほしいなと思います。で、まあ、これね、あの、他にもね、結構サービスもあって、なんか、あの、自分たちお家でね、もちろん出したりとか、あの、子供が生まれた時とか、お家建てたりとかした時に亀ごと送ったりとかするサービスがあったりとか、あとね、あの、金の方ではね、鍾乳洞、まあ温度管理重要じゃないですか。だからまああっちの方でね、鍾乳洞で管理してくれて3年5年とかでね、また送ってくれるサービスっていうのもあるみたいなので、ぜひそういうのもね、また調べてね、空襲好きの人、お酒好きの人はね、ぜひやってみてほしいなと思います。はい。まあ今日は以上になります。あの、ぜひね、あの、青森飲むんであればね、今日空襲の日なんで。空襲選んでほしいなと思います。まあ、毎日更新してますんで、うん、ぜひあの他の動画も見てみてほしいなと思いますので。はい、以上です。